姿を消す術。あ、すごい、シンクロ率、シンクロ率 100% です。はい、どうも、わーらです。さあ、今回はですね、前回に引き続き、このディズニーにあると言われるシンデレラ城でね、鬼ごっこをしていこうと思います。まあ相変わらずディズニーには行かんことないけどね。モノマネしまーす。シンデレラ城の前でインスタ映えをしようとして、あ、今ゲームスタートしちゃった。モノマネしてたのに始まっちゃった。鬼が来ちゃってる、もう。あ、鬼だ、やばいやばいやばい、来てる、やばい、逃げろ、まずいまずいまずい、もう来てました、危ね危ね、もう鬼放出してたんだ、危なー、逃げ来た。あのミッキーの帽子をかぶってる人が鬼です。今捕まったね、あの人が。隠れてる、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 隠れきれてない。全然隠れきれてない。もう出ちゃってるもん。あっ、これはやばいぞ。ちょっと待って、一回この辺で、サバピーさんがいた。よし、とじゃあ早速このシンデレラ城の中にね入っていきましょうか。すげえな、やっぱ立派だな、こうやって見ると相変わらず。で、前回と引き続きね、今回も、普通の鬼ごっこです。笛鬼じゃなくて普通の鬼ごっこ。捕まったら終わり。や、やめて。あ、う、う、く、く。来てない？あ、来て、あ、来てないわ。よかった。追ってる追ってる。あ、あっちには確かサーピーさんがいた気がするんだけど。帰ってきた！やばい。こっちこっちだ。逃げよう逃げよう。とりあえずシンデレラ城の中に入っちゃえば多分みんないるから。シンデレラ城の中で隠れる作戦でいこう。オペレーションシンデレラ城、やばい、滑舌が死んでる。この辺で、このマネキンと一体化することによって、自分の姿を消す術。あ、すごい！シンクロ率、シンクロ率 100% です。わら、行きます。これはバレないでしょう。これはバレない。写真撮っとこう。これ絶対わかんないよ、こんなの。バレるわけがないもん。周りにいる？これ欠点はね、周りに人がいるかわかんないことなんだよね。視野を広げますね。こうすれば多少は見やすくなるから。どんな感じだい？うん、周りに人はいないっぽいね。大丈夫。すごくない？もう俺にぴったりじゃない？この色といい、この形といい、ほら。似合うなぁ。ちょっと、こっちも着てみようかな。こっちの茶屋の方も、ちょっとね、やっぱり。いろんな布を着てから、買うからね、やっぱりこういうのって。試着って結構大事だからね。服を買う際に。全くしないけど。実際全くしないけど。試着ってさ、めんどくさいよね。あれするの。もうすぐ買っちゃいたいんだよね。もう最悪合わなくてもいいから。もうすぐ買うみたいなことしちゃうんだよ。でも大体そういうのと失敗するんだよな。特にズボン。あ、出ちゃった。この辺で今、あれ鬼じゃない？あ、今鬼いた。今鬼の人が俺のことをスルーして上走っていった。やっぱり俺はこれバレないんだ。すごい。すごいぞ俺は。すごい発見をしたぞ。これはバレない。あ、今いた。あ、やっぱりバレないんだ、ここ。すごい。全く見向きもされないわ。すごい、あれだね。小学生が、親が買ってくれた服を着せられた感じが出てるね。この肩幅の合わなさね。てか、そろそろ出るか。ずっと攻撃でも暇だよね、やっぱり、見てる人が。鬼どこにいるんだろう。いるいるいる。いるいる。やば、あーってぃー、なんかわからんけど、かわした、あいたー、かわしきれてない。みんな下にいんのか。もう貴様ら、貴様ら、ふわーふわーよし。お見苦しいタッチ。ふわーよしふわーよし。必死すぎて、一人目を逃し、泣く泣く後ろの人をタッチする。お見苦しいタッチをね。やりましたけども。大丈夫かな？よしよし、来てないね、後ろからは。ああ、危なかったぜ。やっぱあれだね、隠れてないと危険だな。
例えばチェストを開けるとなんかバフがかかるらしいですよ。あ、透明化だ。こうやってね、透明化がかかりました。あとなんかもう一個かかったな。盲目もかかったわ盲目と透明化同時にかかったね今。移動速度、あ、上昇した。10秒間上昇。こういう感じにね、あの宝箱を開けると自分のこの体にバフがかかっていいことがあったり悪いことがあったりします。もう一回タッチしよう。透明化してます、透明化してます。すげえ見えないんだ俺のことみんな。あ、見えてるじゃん、見えてるじゃん、あ見えてんじゃねえか、おい、お、う、な、くそ長い、盲目が長い。どこにいるみんな。あ、あの人。は、今回の主催者、よし、オッケー、ヨヘマルさんですよ。今回はね、このディズニー鬼ごっこは、さっき今タッチしたヨヘマルさんという方がね、主催しています。右も入ってるけど。タッチしたぜ。あー、なんで何もしてないのに、何もしないのに。なんでタッチすんの。いいだろう。そっちがその気なら、ん？来てる？来てます！来てます！隊長！やばいです！これは、まずいです！直線勝負では負けそうだ。これどうしよう。一回こっち入ろう。ああ早い、やっぱり、うわー、しかも、ちょうど終わってしまった。なんてこった。いやー、最後に捕まって終わってしまいました。悔しい。これは悔しい。はい、というわけで今回ね、この辺で、ディズニー鬼ごっこ、あ、足だ。ディズニー鬼ごっこ、この辺で終わると思います。それではまた次回もね、もしかしたらあるかもしれません。ではまた次回お会いしましょう。バイちゃん、足だ。ドアップの足だった。